ただいま。どうもハンバーグラーメンのアンディ元山とハンバーグラーメン西村俊彦と西新御膳の池淵敦子です。西新御膳の木村遥です。はい、というわけで引き続き西新御膳さんをゲストに迎えて、ラジオやっていきたいと思います。はい、なんかただいま人が増えるといいね。いいよね。そうか、大勢帰ってきた感じがするよね。そうそう、待ってる人も大勢いるような気がするよね。あ、うん、なるほどね。そう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 、だからもうあの僕たちがねこの合言葉を決めた漂流教室の、うん、あのワンシーンにどんどん近づいていってる感じがしますから、ね、もっと人呼ばなきゃ。もっと増やそう。十何人で密泣きながらみんな壮絶だな、うん、やりたいオープニングから。で、前半でねタイトルコールをやってないって言ってもう終わり際にやらされましたもんですから、もう今回はもうのっけにやりましょうということで、はい、ちゃんと、はい、タイトルコールを4人バージョンでやっていきたいと思います。よしやるぞ。はい、というわけでやっていきましょう。はい、西新御膳とハンバーグラーメンのラジオカッコカリできてるんじゃない？できたんじゃない？混声渋合唱じゃない？あれ？西村くんがやりたかった合唱ちょっとできたんじゃない？合唱やろうね、いつかね。やりましょう。すごい前のめりだよ。合唱やりたいよ、合唱やろう。ずっと合唱やりたいって言うんですよ。やろう。ぜひやろう。俺死んでもやりたくないけど。今やったってこと。いやその合唱って歌じゃない、歌です、ね、僕歌が本当ダメだから、はい、そう歌えそう、めっちゃ歌えそう、歌えそうとかっていうのがどんどん自分の中のハードルを上げていくから余計ダメになっていくのよ。歌はね。はい、あの皆さん早くそれをいじれと言わんばかりにこうアピールしてます。これ、並んでますんで、早速、いつものコーナーをやっていきたいと思います。はらちゃんお楽しみタイム。はい、というわけで、はい、今日ご用意しましたスイーツなんですが、はい、僕たちが用意したんじゃないんです。はい、西新御膳から、はい、はい、私たちの番組は煮るなり焼くなりというので、はい、私はクロテッドクリームを煮てきました。お、煮たんだね。煮たん、煮るんだ。湯煎だけどこれね、湯煎、家で、ね、家で煮たやつね、家で作ってきました。すごい。私は焼く担当なのでこれ焼いてきました。スコーンです。スコーン、スコーン、スコーン焼く人初めて。え、こんな、ほんと、うん、人の手で作れるものなんですかこれは。いや、そうなんだろうけどさ、もともとさ、すごい。でも今回は他社に食べさせるから、うん、失敗できないと思った私は私が信頼を寄せる富澤商店という製菓材料を取り扱うお店のスコーンミックス、うん、まあ国産小麦で作ってもらってるスコーンミックスを使ったので、まあ、失敗なくいい感じの焼き上がりとなっております。すごい美味しそうだもん。だってこれ美味しいはず、美味しいはずよ。スコーン、うん、なんかせっかくだから寄って見せときます。いやいや、一応よ、まあじゃあ見せといて、うん、じゃあ進めといて、うん、は進めとくわ。こうやってね、この人ね、席を離れたい何か道具を作るんですよ、この人いつも、席を離れたい。そうそうそう、パーソナリティが一人消えるっていうのを絶対やりたいんですよ、この人、うん、肉声、そこだけ肉声でいくのね、本当に。そしてですね、クロテッドクリームは甘みがないので、はい、砂糖を入れてないので、一応いちごジャムを持ってきたんですけど、これは青旗です。なるほど、これは市販のいちごジャム、うん、はい、ははで、クロテッドクリームが、うん、1人のところに2つあると思うんですけど、うん、はい、蓋が緩い方、はい、蓋が緩い方は、はい、ここに来た時にこのハンバーグラーメンのお二人に振っていただいたクロテッドクリームです。さっき出来たての、これ、うん、これですか。それです、うん、あー、なるほど、ね、なるほど、5分間振りましたからね。そう、まあ、詳しくは西新御膳さんの方で上がるかどうかわかりませんけど上がるかどうかわからない動画を撮ってやってますけど、そうね、うん、振っていただきましたね。クロテッドクリームは生クリームを湯煎で
90度に保って30分温め続けるんですよ。でそうすると乳脂肪分が分離していくので、うんうん、それを冷蔵庫で一晩寝かせるとこう塊ができるんですね。でその塊を詰めてきたのが私が作ってきたクロテッドクリーム。はいはいはい、で、紅茶メーカーのトワイニングさんが、うん、日本ってクロテッドクリーム売ってないでしょ、あんまり、うん、聞いたことなかった、あんまり手に入らないから、あのなんちゃってクロテッドクリームの作り方っていうのを提案してて、トワイニングさんが、トワイニングさんで、それはこう瓶に生クリームを入れて5分間ひたすら振れと、そうするとホイップ状の生クリームを経て、ちょっと固まってくるんですよね。で固まりきるとこれフレッシュバターになるんです。あ、フレッシュバターになるんだ。フレッシュバターになるの。だから、バター作りたい場合はちょっと 塩を加えてこう振り続けて固まりになったらそれはもうバター。へー、その手前でちょっと固まったところで止めとくとこれこれ、うん、ミルク成分がそのまんま全部入っているので、私が作ったのよりは若干ちょっとさ、あっさりめのクロテッドクリームになっているはず。なるほどね。いいよいいよ、食べ比べようよ早くさ。なるほどね、食べ比べができるということですね。食べよう。はい、というわけで早速いただいていきましょう。はい、いただきます。いただきます。お人を聞きなさい。これね、ちょっとね、乾いてるかもしれない。あ、でも大丈夫よ。大丈夫よ。あ、それでよかったのか。これはカメラ的には下に置いた方がいいのか。いや全然お預かりします。ありがとうございます。食べよう。わお。そんなに。すごいな。そんなに。お菓子作りよくするよ私。お菓子とかパンとか。そうなんですね、うん、いやでもね、煮るなり焼くなりでもいろいろ作ってますもんね。そうだね、およそそれ作るのみたいなものまで作ってるよね。いや、いや最初はね、それでねコラボをやりたいなと思ってたんですよ。お、そうなんですね。あ、そうか、アンディさんは料理する人ですね。そうそう、僕は料理好きな人なんで、そうそう、料理対決じゃないですけど、料理対決、うん、あつこさんとやるってなったら何になるのかな。お好み焼きとか。私料理嫌いだから。あ、そうか、うん、じゃあなかったことにしよう。というわけで、じゃあ僕はあつこさんが作ってくれた方からちょっと味見しようかな。クリームね。でもまずはスコーンそのままちょっといただきますね。うんうん、美味しいよ。何もつけずに。美味しい、このスコーン美味しい。うん、できてるな。うん、スコーンなってるな。うん、うんうん、いただきます。はい。あー、スコーン、スコーン、うん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 、美味しい。うん、スコーンだな。うん、こういうなんか手作りのスコーンって食べたことなかった。なんか、まあ、売ってるかね。ね、もう出来合いのスコーンしかないから、うんうん、美味しい。あつこさんお手手のこれって硬いんだ。どれくらいつけるの。結構つけてる。お好みで結構つけていい。うん、なるほど。爽やかになるね。食べ比べよう。ミルクの味がね、濃く出てるよ、うん、あ、甘いとかじゃなくてミルクっていうのを、うん、そうそうそう、本当に感じる。じゃあ我々が5分間振ったやつをどんなものか。おー、美味しい。違う、うん、違うね。何が違うと言われたらよくわからないけど、うん、違う、はっきりと、うん、違うね。本当だ、ミルク味が強いんだ、うん、やっぱり。そうだね、うん、いや、うん、このクリームなら、うん、うわーってならずに一瓶食べられそうだね、うん、確かにいけるね、うん、砂糖入ってないから ね、うん、ね。いやでもこのミルク甘みみたいのがすごくいいですね。美味しい。やっぱ敦子さんが作ってきてくれたやつの方が上品っていうか、うんうん、なんか
一段階上に上がった感じはする。ありがとう。なんか洗練されたミルク感というか、うんうんうん、我々が振ったやつはよりなんかあのハンドメイド感のある味というか、うんうん、あ、振ったところからやってきたのね君はって感じだね。これでもクロテッドクリームって面白くて、もう一つ作り方があって、うん、低温でオーブンで焼くっていう、ね、生クリーム。生クリーム焼く、焼いても作れんのと思って。低温って何度くらいなのか、やっぱり90度とか。ああなるほどね。じゃあもうはるかさん担当ですよね、焼くだから。焼くとなるとそうですね私がやらないといけない。その分担はどうやって生まれたんですか全然ね、そんなつもりなくね、煮るなり焼くなりという名前をさっと決めた後に、うん、なんかキッチンに立ってみたらたまたま煮る担当と焼く担当だったのよね。なるほどね。そうね。なるほどなるほど。あの煮るなり焼くなりっていうのを、そうだね。なんかいつの間にか担当だったね。だって煮ることしかしないし、この人は煮ることしかしないって。焼かないもんね。コトコトやってんのよ、鍋を。ああ、なるほどね。ずっと、うんうんうん、見守るのが好きなんですね。そう、見守ってる鍋の様子を混ぜたりしながら。化学実験が好きなの。ああ、なるほどね。化学実験してる。でも私もパンとか焼くから、うんうん、パンもやっぱり化学面はあって、うん、発酵、うん、発酵の仕組み、こういった 温度環境じゃないといけないとかっていうの、うん、化学だねって、やればやるほど化学だねって言ってるんだけど、うん、はい。確かに僕も料理を趣味で始めるまでは、うんうん、なぜこういう食材たちがこの料理に化けるんだって思ってたから、そうそう、ね、ね、うん、やってみるとはーっていうね、うん、そう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 、え、本当にっていうのを経て、そう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 、うん、西村くんだけがね、まだそれを経験していないから、ね、だから僕は今日料理入門ですから、ね、これが初ハンドメイド、初ハンドメイド、うん、初ハンドメイド、おしゃれなものから始めましたね君ね。あ、でもね、トッシーもね、楽しさが分かればハマっちゃうと思わない？なんか料理どうかな、あ、どうかな、ここは分かれるの、ね、あの煮るなり焼くなりなら僕、振るなりで振るのね、振る料理少ないんだわ、うん、あんまりないくらいなんだわ、うん、あとはもうバター作ってくれ、バター職人として、銀杏とかいるのいいんじゃないか、振るなり、あ、なるほどね、あれはイルなりだ、ポップコーン、あ、イルなりになるのか、あれイルなりになっちゃう、イルなり、煮るなり焼くなりイルなり、イルなり、蒸すなりですよ、蒸すなりです、蒸すなり、いいじゃん、元山蒸すなり、おい、やめろ、新しい名前をつけるな、どんどん、いい名前だね、元山蒸すなり、いい、蒸すなり。名前の由来が、あの蒸してほしいからっていう意味でって言われたらショックだよ、子供。蒸してほしい。ジャムとも合うね、このクリーム、すごい。私さ、もう初めてさ、クロテッドクリームを食べたのがいつだったのか、うん、何の機会だったのか、もう忘れちゃったんだけど、やっぱ初めてこのクリームを舐めた時さ、チーズクリームでもないし、うんうん、それまで自分が知ってる生クリームカスタードクリームでもないし、うん、何これ、めっちゃ甘いと思って、うん、だがスーパーにもなかなか売っておらず、はいはいはい、何だったんだあれはみたいな感じだった、うん、あんまり聞き馴染みがなさすぎて、うん、そうあつこさんに最初、うん、事前に言われたのにプロテッドクリームを作ってもらいますって言われたけど、うんうん、あれ分かんなかったか、そう、僕全然調べる気もなかったから、持ってきてもらったら分かんだろみたいな、そうそう、でね、だって初めて聞いた単語だったな、そうみんな馴染みないのよ、だからそうなの、プロテッドってどういう意味だろうと、知らない、イギリスの人に聞いて、あ、英語なんだ、でも多分イギリス発祥、クロ、うんでもクロットの ED だよね、きっとね、そうクロテッド、うんうん、だよね、クロット、なんだ、
いや振らないからもともといい加減な話やめよ本当にじゃないかあのこの番組のね 80% ぐらいいい加減な話で、うん、大丈夫やっぱりそうか知らんけど話やするのやめよ。そう いいんですよ。最後に知らんけどってつけときゃ何度でもなります。西の原理振りかざしようって振りかざしようって振りかざしてはないよ別に便利だな、うん、便利だね。うん、調べている人がいる。それも調べるの好きだから。なるほどね。うん、まあね。あ、よかったね。スコーンも美味しい。よかったね。いやでも本当美味しかった。クロテッドとは、はい、凝固したという意味。でもじゃあもうそのままだね。そのままだね。固まったミルク。自分で作ると人し美味しいね。そうだよ。今日何持ってくっていう話になって、そのおやつのコーナーに、うんうん、で、あの最初はそのパン焼くかとか、うん、パンに何か詰めるかとかいう相談をいろいろ経て、一緒に作る時間がちょっと取れなさそうだったから、うんうん、じゃあ私は焼き菓子を焼くよって言って、うん、で、あっちゃんはじゃあクロテッドクリーム作るって言って、うん、クロテッドクリーム作るの作るのって帰ってきたね。そうね、また作るのみたいな感じになってだってスコーン焼くって言うから、まあ確かに私は焼くんだけどさ、うん、じゃあ私も何か作んなきゃってなるじゃん、うん、確かに、うん、ちょっとね驚きがそこにあったわねこれも作るんだこの人。作ったら美味しいから、うん、美味しい簡単だし、これ味がさ、あの、うん、温度さえ守れば、ね、誰が作ってもこの味になるから、うん、確かに。そうか、調味がない。そうそう、調味しなくていいからね、うんうん、そう、本当科学だからね、うん、で、まあ、振らせればちょっと面白い動画になるだろうなったのかなあれめっちゃ面白かったよ。面白かったよ。見てる分にはものすごく面白かった。ああ、うん、やってる分にはただしんどいだけだから、うん、アラフォーのおっさんが一生懸命瓶を振る。本当面白かったね。面白い絵だった。一種異様なね。一種異様な、うん、もうなんか来て早々いきなりあのなんかスポーツやらされた感だもんねあれね、うんうん、いやだってほらダイエット、ね、あ、そうか、そう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 。だからいい、これ分のカロリーは先に使ってましたよみたいなことだよね。うん、まあこっちの方が全然カロリーあるだろうけどね。そう？うん、そうだよ。あ、そうなの？クロテッドなんか甘くないからカロリーないかと。乳脂肪だっつってね。じゃない。乳脂肪って。あ、じゃないよ。え、でも乳脂肪だから別に。脂肪だから。うん。あの生クリームの中の一番罪深いところだけを固めて持ってきたんだ。なるほどね。あ、なるほど。罪が深いところだけを食べてるのか。そうそうそう。だから罪の味。あ、でもスコーンはスコーンだからやっぱりカロリーないもんね。小麦だからね。小麦だからね、言うて。まあ小麦だもんね。うん、でね、私レシピにないね、卵液を上にさらに塗ってから焼いてる。うん、あ、なるほど。あ、それでパリパリしてるのか。照り感が出てるんですけど、追い卵してる。追い卵してる。なるほどね。ザ・ギルティっていうね、うん、あ、そうなんだ。そうですよ。え、でもこう食べててこのギルティ感のなさってなんだろう。え、怖いね。それは怖い。それは怖い話です。普段我々がさ、あのコンビニスイーツをさ紹介してるから、うん、もう背徳感の塊なわけですよ。そうね。あ、でも確かに流通してるものに比べたら混ぜ物ないし、うん、まあまあまあね。だからギルティ感がなくて、だから、ね、なんか爽やかな朝が始まりそうですね。そうそう、朝食で出されても全然 OK だし、ね、朝食感あるね。英国の朝が始まったね。英国の朝ね。元山娘成のイノリシュブレイク。待て、あ、名前とさ、やってることが合ってないのよ。娘成が何イングリッシュブレイクファストしてんだよ。いや、娘成超面白いのよ。めっちゃ私的に娘成すごい。音がいい。娘成いいよね。気に入っちゃったな。楽しみにしてます。何を楽しみにされてんだ。蒸し料理が出てくるのを楽しみにしてますよ、うんうん、やんなきゃいけないあ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。大変おいしそうでございました。よかったね。じゃあこの余った
クリームね、我々が作ったクリームは、うん、持ち帰りください。いいんですか、持ち帰って。お持ち帰りください。いいんですか、はい、やった。多分パンとかに乗せたって美味しい。あの食パン美味しくいただけると思うし、うん、さらに振ってバターにしてもいいし、うん、あ、そっかそっかそっか、ああなるほどね、ね、いやいやいやありがとうございます。いや、スプーンで食べようと思ってるでしょ。いや、もう生クリーム生活がまた始まるなと思いや、でもこれはスプーンでいけちゃうな、うん、ね、このほのかなミルク感をね、うん、あのね、コーヒーとかミル、うん、あの、あ、紅茶に入れてもいい、浮かべちゃったり、ウインナーコーヒー、うんうんうん、いい感じ、そうだ、いいわ、あ、いいわ、ミルク感強めのいい、いい感じになります。おー、もうこれあそこの喫茶店に持っていけばいいじゃん。もう自分で振って振りながらこうすげえ不機嫌な顔されるこれはあれですか、悪の喫茶店。あ、悪の喫茶店、悪の喫茶店。私ね、トッシーが出入りしてる喫茶店に行ってみたいんだよね。あ、私も行ってみたい。私も喫茶店超好きだから、純喫茶とか好きでしょ。好きですね。そうそう、ついていきたい。あ、もう喫茶店ツアー、ツアー、ね、あの、よく話しかけられる喫茶店もぜひ行ってあげてください。よく話しかけられる、常連扱い。そうそうそう、常連扱いですね、うん、お店の方に話しかけられているの。そうです、だからあのメニューとか持ってきてもらって、でもメニュー持ってきてくれるんですけど、アイスコーヒーですかって言われるんですよ。で、うん、アイスコーヒーじゃないと今日どうしたんですかって言われる余計なお世話だって言ってやれんな。 あのいつものって言わないといけない。居心地悪いなマジかよぜひさ、あの、はるかと行く人、私と行く人、こう交互にやって、うんうんうん、なるほどね、あの、反応を見た方がいい、ね、ちょっと反応見たい、うん、なるほど、そうだね、ちょっとそういう喫茶店もあるし、あとはもうスイーツ何頼んでも出てこない喫茶店はあのこの近くにある。ああ、なるほど、そうだね、出てこない、出てこないんだ。それが悪の喫茶店じゃない。悪の喫茶店ない、ない、できない、できない何言ってもない、できないすげえなそれならなんか貼っといてくれもうコーヒーって言っただけだけどよっつってもうすぐに入れてくれるんだけどメニューの改善をしてほしいメニューのコーヒーもコーヒーだけなの。コーヒー、あの、もうカフェオレとか、カフェオレとかはあんま頼んでる人いないよね、見ない。怒られるんじゃない、ね、頼んだら怒られないっていうか、もう忖度でできてるよね、ね、マスターの負担をいかに減らす か。うん、なるほどね。一度モーニングに行ってみたい。モーニングにやってんのかな、モーニング。あ、どうだ、でもランチは食べたことあります、ね、ランチはやってるんだ。スパゲッティ食べた。あ、え、ナポリタン料理してたの。ナポリタン、ナポリタン。スパゲッティ作れるのに、うん、デザートは出してくれないのね、うん、喫茶店が。スパゲッティも時間かかるけどいい。いいけど。いいな。やっぱり一言いるんだね、やっぱりね。すごいな、商売系のなさがすごいな。いいね、いいね。作ってやるけどあんまり本意じゃないよっていうのが伝わるもんね、こっちに。伝わる。作りたくないんだろうなって。頼みにくいなって。そういうのをね、なんか楽しいなって思うと当たり引いたなっていう気がします。ね、わかるわかる。良き体験になるよね。あ、でもカレースタンプラリーの、ええ、あの中で食べた美味しいカレーも連れてっていただきたい。ああ、もうぜひぜひ、ね、その頃に僕がカレーを受け付ける体になってるかどうかは分かんないもうちょっとね、だいぶ一生分のカレー食べてるかもしれない。そうそう、だから連れてってっていうよりはね、 お店の名前だけでも伺って ね、行ってみたいなっていうね、感じよね。ラーメンだけはね、まだね、大丈夫だね。ラーメンスタンプラリー ね、 う、 ね、うーん、ね、この間行ったとこも美味しかったもんね、ラーメンね。うん、美味しかった、この間っていうか、まあ、この間ね、この間ね、うん、そうそうそうめっちゃあの一番遠いとこ狙おうっつって歩いてって、うんうんうん、その店の前に着いたら休業でした臨時休業でしたかわいそう。私それパン屋でよくやる。ああ、なんか駅から離れたところにあるちょっと気取ったパン屋でも行ってみたいみたいなちょっと気取ったパン屋で、ね、そうするとあのまともな営業時間にやってないみたいな。やってないね、そう。あとパンが売り切れてるみたいな、気まぐれ営業みたいな、気まぐれ営業なくなったら終わりですみたいな店でしょ、うん、行きたくて行ったのにクソみたいなあるあるそう、我々そういう売れ気メニューちょいちょいあります。そうなの、そうそうそう、はい、ということで後半はね、ちょっと前半にもいろいろお話聞きましたけど、うん、後半もね引き続き二神御前さんのお二人とはどんなお二人なのかというのをね、うん、掘り下げてどんどん行きたいと思ってますので、掘り下げるとこあるかな、
どうでしょうか。どうだろうね。なんで一問一答スタイルで質問を今度はぶつけていこうかなと。新しいね。ええ、ね、新しい。いかにもユーチューバーっぽいでしょ。ぽい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 って言われるとなんかやるのが恥ずかしくなるどんどん。やろうやろやろうやろう。なのであの質問をするのでその後にせーのと僕が言うのであの、はいはい、せーのと言われたらイエスかノー、うん、それぞれ言ってもらいます。イエスはノー。イエスはノー。イエスの枕欲しい。イエスの枕欲しい。え、だ、通じてる。通じてる。通じてないと思う。西村くんは分かんない。通じてない。通じてない。ない東は通じてません。あれ、西の文化なのかな、そんなことないよ。三子さんだから分かんない。分かんないね。新婚さんいらっしゃいっていう番組があるので。うんうん、あ、それは知ってる。そこで、あの、出てくれた夫婦にあのイエスの枕っていうのをあげるんだけど。そうでイエスって書いてるのとノーって書いてる枕ね。ああ、うん、どういう時に使うかはまあご想像くださいみたいな、ね。ああ、枕があるんです。なるほど。僕が想像して想像で出来上がったものに笑ってたのとは違うものでした。何想像したんだよ。違うんだ。なんだ何想像したの。間違ってた。そっちが気になるもん。結果私の笑いは嘘でした。後から嘘になっちゃったね。いや、いいんですよ。そんなの。だからごめんなさい。いや、一問一答やっていきます。はい。なので、あの、せーので、イエスかノー。で、はい、連続で質問していきますので、はい。はい、で、イエスかノー、ひたすら答えてください。はい。で、最後に、あの、その後に、この中身を掘り下げていきたいと思いますので、はい。で、最初はね、お二人にだけやってもらおうかと思ったんですけど、うん、質問の内容を考えてるうちに、これ、ひょっとしたらこれ、西村君にも聞いても面白いかなと思うので、おろ。あの、三人に聞こうかなと。お前だけ答えないのか、うんうん、誰が質問するんだよじゃあそうだねただイエスノーと答えようとしている4人になっちゃうよ誰がその後どうすんだよシュールな番組だよいやだ自問そこは自問自答していただいて一人自問自答スタイルなのバカなんじゃないあいつだけってなってるあよかった広げてもらえた広げてもらえたんじゃない幸せを感じないのこんなところでいいですか行きますからね。はい。はい、それは、僕が答える場合は、うん、何に対して。あ、質問に答え、あの、対してでいいですよ。うんうん、僕の質問、あの、多分打ち合わせの時と変えてますから。ああ、わかりました。はい、イエスかノーで、はい、単純に大丈夫です。はい。はい、では、一つ目。はい。はい。ハンバーグラーメンチャンネルより、ニシン御膳の方が面白いチャンネルだと思っている。せーの。なんでどっちだよ、今の。今のどっちだよ。それ、私が答えるの、うん、答えなさいよ。なんで二人はちゃんとイエスって言ってくれてるんだから。うん。濁すことが正解だと思うな。ヌエス。ヌエス。ヌエス。ニョエス新しい言葉ニョエスムスムスムスなごめんマジムスなり面白すぎるんだよねなんだよムス言葉で違うとこにはめないで俺をムスじゃないよもうしんどい明日お腹筋肉痛だよこれ、はい、2問目いきますよ2問目はい、2問目、正直に、自分たちのチャンネルでは相方より自分の方がメインだと思っている。せーの。ノー。おー、なるほどね。はい。じゃあ次の質問いきますよ。実は、相方にも内緒にしていることがある。せーの。イエロー。おー、なるほど。分かれるね。面白いね。はい。じゃあ、楽しそうだな、質問し、うん、質問する方楽しいよ。だって、後で聞けるんだもん。じゃあ、最後に行きましょう。ぶっちゃけ、相方にここだけは直してほしいと思うところがある。せーの。イエス。イエス。はい、というわけで、一問一答、以上になります。はい、これだけです。凝縮された質問だったわ。ね、なので、こうね、その後のトークが広がりやすい。内容ばっかりにしておりますが、まず最初ハンバーグラーメンチャンネルより日清御膳チャンネルの方が面白いチャンネルだと思ってる。はい、イエスですもんね。イエスお二人はイエス、で私はムスなんだよムスそりゃ難しい立場だよ難しい立場だねでもこう逆に
こういうところがこのハンバーグラーメンは全然違うこと言ってますけど、ハラちゃんよりもその日清御膳の煮るなり焼くなりのこういうところが面白いよっていう、まあチャンネルのアピールみたいな、どこですか、そのこっちの方面白いって自信を持ってイエスって言えるそのポイントみたいな、なんか挙げてもらっていいですか。企画が豊富です。おお、例えば今どんなことやってるんですか。今だからこの間まではプラモデルを作ってたし、その前は、梅ジャムとか作ってたし、あとエッセイも作ってるし、見た、あと雑談も作ってる。雑談も作ってる。いや雑談はやってんだよこっちも。梅ジャムからプラモデルまでってすごい幅がね。幅がね、梅ジャムからプラモデルまで。うん、確かに幅はいいんじゃない、ね、結構。うちとはちょっとね、やっぱそのコンテンツのラインナップが違いますから、うん、そういうなると。でもなんかね、その面白いと思ってるっていう質問に対しては、うん、面白くしようとしてるし、すごく。そのまま出して大丈夫っては思ってないから、自分たちが面白くしようとしてるもんっていうことなんですよ。そうそうね、そういう意味で言うと、こうなんか取って出しができるお二人のこの番組に、うん、一縷の憧れみたいなものがあって、なんか好きだなと思って、うん、私は薄めでハンバーグラーメンのこと見てる。薄めで見てる。薄めで見てる。これ以上好きになっちゃいけないって思いながら、やっぱ薄めで見てるて。なんでそういうあの学園ものの話にしたの。私は、うん、私は毎週木曜日を心待ちにしている、うん、素直なファンの方、視聴者の方。だけど自分たちのチャンネルの面白みはちゃんとあると。ちゃんとある。なるほど、ありがとうございますね。ありがとうございます。僕も実は楽しみに実は期待してますから。嬉しい嬉しい。上がるその日に見てます。嬉しい。嬉しいよ。高評価ボタン押すのがね楽しみです。ありがたいよ。ね、なので今やってるやつも最後まで見たい。ぜひね、と思ってます。ということで次の質問の答えが、はい、自分たちのチャンネルでは相方よりも自分の方がメインだと思っているという質問でしたが、あつこさんがノーだったけど、はるかさんがイエス、はい、で西村くんがノー、ノー、うん、これはやっぱりそういう感じなんですか。コンセンサスが取れてるよね今ね。コンセンサスが残念ながら取れていたんだけど。取れてたんだ。なるほどね。取れてたんだけど。なるほどね。あのね、あのメインじゃないっていう意識があるわけじゃないのよ。うんうんうん、それは私もメインであるっていう気持ちはあるんだけど、うんうん、方がって言われるとうーんってなってノーなの。分かっていただける？なるほど。いやこれはね答えるのがやはりね苦しい質問でありましたね。まあどっちもそれはメインだとは思うんだけれども、メインだと思ってるし、だからよりって言われるとうーんよりなんかいやフェアでいたいんだよねっていう。フェアでいたいのが本音。そうフェアでいてほしいし、フェアでいたい。そらそうです。ただ番組始めるときにも結構いろんな話はしてるんですけど、あつこさんはこういった形で自分がパーソナリティになるような、まあ、番組だとか、チャンネルだとか、初めてなんです。そう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 。で、初めてなんですよ。そう。でもやってみたいって言ったし、私は以前ちょっと6年間ぐらい、ポッドキャストのパーソナリティとかやってたので、まあ、その当時のリスナーさんがなんか喋る番組やってほしいっていう声も上がってたのもあるから、なんか私とやることであっちゃんがそういうそのあっちゃんの活動をもっと注目してくれる人を増やしてほしいって私も思ってるから、で一緒に半年ぐらいやってきて回せるようになってってどんどん。そういい話だな。急にいい話。そう。中年の成長記録よ。でも成長なんていうのもおこがましいぐらいなんですけど、本当にすごく変わって くれてるし、だからなんかきっかけはまあ私がメインみたいな風に、そういうこう、お膳立てというか、でスタートしてるかもしれないけど変わっていくものかなというふうに思ってます。なるほど。いやいい話聞けた、よかったよかった。いやね、いやこういう答えにくいことだけどちゃんと話してくれることによってなんかね二人の関係性っていうのが見てる人にも伝わればいいなと。だってさっきのイエスノーだけで終わったらやばくない？やばいやばい。辛いだけの話じゃない。私たちの話辛いです。今回収したんだよ。別に辛くない回収できた。でも、いや問題は西村君がノーっていうのが問題なんですよね。僕からしたら西村君メインだと僕は思ってるので。いやいやいや、え
だってあれですよ、音声量を抽出したら多分圧倒的にもたえますよ。音声量ね。違う違う違う。量で決めるんじゃないんだよ。量で決めるんじゃないんだよ。戦いは量だよ、兄貴。そこで解決するんか。なるほどな。量なのか。そうか、量だったら俺だわ。確かに。認めるわ。なるほどね。メインには見えますよ、でも。そうなんだ。見える見える。確かにね。そうそう。まあ、あの、西村くんは自分のチャンネル別であるじゃない。うん、やっぱり、あの、朗読ノートっていうのがあって。そうだそうだ。で、そっちは真面目に朗読をずっとやってて、うん、で、自分のチャンネル管理もあるから、うんうん、こっちはもう、西村くんにとっては余暇であってほしいんですよね。余暇。うん、余暇。いい言葉ね。余暇で。だから、とか、その、要は、あの、何、うん、箸休めというか。箸休め。うん。なのにメインだと思ってるってどういうことなんですか？だけど、じゃあ視聴者は西村くんをメインで見てるんだろうなって思ってるってことね。僕はね、ここはもう本山さんの城だと思ってます。城ではないけど、キャスルオブムスナリだ。言いたいだけじゃねえかわい、それ。もうムスナリ言いたいだけだ。ムスナリ言いたいな。まあ、だから企画とか編集とか全部僕がやってるからっていうのもあるんですけど、でもただ僕は西村くんが朗読ばっかりやってる人じゃなくて、こういう面白いおっさんだぞっていうのをアピールさせる場だと思ってやってるっていう ね、うん、まあ、確かにこの面白さはね、うん、面白さ面白さはね、うん、面白さはね、うん、人に伝えたくなるよな。すいませんね、いじっちゃって、美味しいんで、美味しいんで、ちょっと伺いたいことがあるんですけど、うん、にしんごぜんさんの企画ってなんかどっちがネタ書くとかなんかあるんですか？いや、ないね、みたいな感じは、うん、ネタは書いてないけど、だからまあ構成というか、あの、なんかこう決めないと撮影がわちゃわちゃになるなとか、うん、あとその後ナレーションをどう入れるかとかっていう文芸担当は春香さんにしてもらって、うん、だけどその前に次何やりたいっていうこととか、うん、誰を巻き込んでどういじるみたいなこととかは2人でざっくり出し合って、うん、打ち合わせでやって、それをじゃあ私が初期としてまとめて、うん、ざっくりした台本にして、どうって言って、じゃあ進めましょうみたいな感じ。なるほどね。あ、はあはあ、整理してる。そう、アイデアを整理してる。決定権はむしろあつこさんがあるみたいな。そんなこともない。二人で同意しないと企画は進まない。うん、あ、なるほどね。まあまあ、企画してこうやって書いて、じゃあ自分としては同意してるものをこれでどうで同意できますかってことだよね。あくまでやっぱ二人のっていうことね。そのあたりはかなりフェアにやってる方じゃないかと思うね、我々は。そうかそうか。じゃあそこまでうちはアンフェアでずっとやってるね。分かってくること、アンフェアだね。うんうん、なんとなくでやってますからね。なるほどね。うん、まあ、なんとなくでできるんだったらそれでいいと思う。いや、そうなんだよね。あ、多分不満はいっぱいあると思いますよ。付き合いの長さもあるんじゃない、だから。ああ、そういうことかな。高校の付き合いはここ5年ぐらいの話だから。うん、あ、そうなんですね。そうだよね。5年か。だってアンディさんと共演した時はまだお友達じゃなかったんだもん。あ、そうなんだ。そう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 。うんうんうん。そうそうそう。遠巻きに事務所にはシナリオもやってらっしゃって、声優由来の春香さんという方がいらっしゃ、何でもできる方がいらっしゃると思って遠目に見てる。なるほどなるほど。あ、存在は知ってたけどってことね。うん、はい、うちの事務所に入ってきて、1、2年はこう触れ合わない時間があったみたいな感じですかね。そうそうそう。なるほどね。あ、じゃあまあ知ってたけど、まあなかなか接点がなくて、で、まあだんだんこう近づいていってみたいな。きっかけがこう、そうね、あって、だんだんというよりは結構急だったけどね。急、あ、まあまあそんなもんですよね。今はもうかなりもう結構密に連絡も取り合う中。そう、ね、取らざるを得ない。それはいやいややってるわけじゃなくてね、YouTube 企画があるから取らざるを得ない。いやいや、取らざるを得ないっていうのがあるんだけど、まあまあ、でもあの仕事の話を、うん、例えば気兼ねなくできる相手、悩みとかを共有できる相手ではあるから、うんうんうん、そうですよね。同じ事務所で、ね、同じ仕事やっててってね。そうですね。あら、うん、僕らもう事務所っていうか、僕は事務所はほぼないに等しいので、あれなんですけど。そうなんですか。うん、そうなんですけど、うんうん、だからやってることもね、僕舞台主にやってるし、うん、西村君も声を主にやってるから、うん、だからあんまり仕事の話しないよね、そういう意味ではね。そうですね。ね、うん、なんか、うん、共通の悩みみたいなもんないじゃないもんね、だって。なんか、ああ、大変ですね。そうそう、だからお互いその話聞いても、ああ、大変そうだねしか言えないっていうか。
だからもうラーメンの話とかカレーの話とかだったらまあ共通だからできるよぐらいの。それが共通になったのはここ最近じゃない。それまで何話してたんだろう。モンハンとかやってたんじゃないの。そう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 。ゲームもやってた。山のようなドドブランゴを一緒に目撃した2人ですからね。あいつあのデカさ何だったんだっていう、ね、そんなこと言っても分かんないんだからもう。そうか、私は分かってる。分かってる。ありがとうございます。ということで、さっきの一問一答のアルミ君、はい、戻りましょう。はい、はい、で実は相方にも内緒にしていることがあるというので、うん、あつこさんがノーで、はるかさんがイエス。内緒にしてることないの逆に。すごい、ま、待って、内緒にしてることは内緒にしてるからノーなんだよ。あ、勇気がないと。勇気がないってことね。あ、言えないってことね。言えないことはないこと。ああ、なるほどね。うん、でも、まあ、内緒にしてるっていうのは本当に内緒にしてるっていうものではなくて、あ、そういえば言ってなかったなみたいなことも含めたら、それも含めて。おお、なるほどね。うん、はるかさんはまああると、とりあえずは。うんうんうん、あるある。あ、話せる範囲のやつもあると。やつもあると。あると、うん。西村くんがイエスイエス。イエス。西村もイエス。うん、なるほどね。じゃあ話せる範囲でいいんで、なんか、なんとか一緒にして。あの、私、実は地持ちで。言っていいのそんなこと。うんうん、大丈夫大丈夫、うん。で、プラモ会の作成編収録の時って、うん、6時間ぐらい座りっぱなしだったでしょ。あ、はい。で、あの日の朝になんかやばいなって思った後にずっと座って作業してたらすっごい悪化しちゃって、その後すんごい1週間ぐらいすごく辛かったんだっていう話。まあね、それは伝えられないよね、なんかね。そう、なんか避難するみたいになっちゃうから言えなかったけど、でも大事な人には気持ちなんだってやっぱ伝えておきたいっていう気持ちもあったの。もう僕もその同じ地持ちとしてはすごい地持ちだった、うん、共感はできる、うん、地主だった。そうそう、地主だった。地主、うん、でも地主だっていうことは知ってた、うん、あ、知ってたっけ、うん、知ってる知ってる、うんうんうん、なるほどね。だけど収録の時はあんなに苦しいとは知らなかったっね。そう、そんな苦しい目にあってるとは知らなかった。そうか、そうか、ね、苦しみながらブラも苦しかったね、うん、そうそうだったの。まあ、そういう苦労もあると。まあまあまあ、わざわざ言うことじゃないってことだもんね。ちょっとそのそうなんかね、下の話だなと思うし、今後気をつけるよ。うん、すぐ忘れるんだ。そんな大事な話こんなとこでしてもらってよかったですか本当に。ね、ちょっとやっちゃったなって思ってます。うん、いや、もうこのね番組はもう下の話の割合は結構多いので。よかった、じゃあ。おトイレの悩みとかかなり多い。本当、あ、じゃあよかった。この直近の動画ひどかったもんね。よかった、このチャンネルの品位を下げることにならずに。大丈夫です、よかったです、うん、下がるところまで下がっておりますよ、品位は。かなり上品な方だと安心。そう、上品に語っていただいてる、うんうん、西村くんはイエスですけど、なんか あるんですか、うん、いや、別になんか、なんだろう、うん、なんかあるんですかって言われると、うん、なんだろうって感じですけど、うん、いや、話、秘密にしていることはそりゃあるよなぐらいのイエス、うん、そうよね、そうよね、うん、だって、うん、私のすべてを知らないでしょっていう、うん、確かにそうよね、そうよね、うん、そういうイエスですよね、そうだよね、うん、どの範囲でって逆に聞きたいぐらいね、うん、なるほどね、うん、確かに、いや結構こうやってね密に会うじゃないですか、うん、やっぱお互いそのね、うん、相方だから、うん、そうですね、だからなんとなくいろんなこと分かっていくじゃないですか、やっぱ一緒に過ごしていく、うんうん、それだけど分からないことがやっぱある、うんうん、それは言わないと分かんないこともあるじゃないですか、あるある、うん、でもそれを全然持ったままでもいいって思ってれる関係性だっていうことですよね、お二人はね、うんうん、そういうなんか信頼し合ってるっていう、すごいいい風にまとめてくれてんな、そうだな、いやでもそういうことですからね、やっぱりね、うん、なんかいい風にまとめた顔をしてるんですよ、うん、顔だよね、うん、そうそう、最初的にだから顔芸でしょ、親がすれば弟子を締まるからね、そうそうそう、今いい話してますよ、西の文化ですよこれがいやいやいや、それなんかそれは理解した顔じゃなくて舐めてる顔やつ、舐めてる顔、舐めてる顔、難しいな顔顔芸を指導する演技塾とかあってほしい。今日は顔の時間です。顔芸はね一番怒られるんだから、どこ行っても怒られる怒られる怒られる、
怒られる。なんでだろうね。顔だって身体表現なのね。そう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 。まあ、だけど、うるさすぎるんだって顔は。顔だけで芝居すんなという感じなんだろう。ね。ああ、そうか。まあまあまあ、僕らもね、あえて喋らないですから、お互いのことそんなに。でこういう場で喋って、そうなのっていうことを楽しみにしてるんですよ、割と。そうなんだ。ね、今のも多分そうなんだろうなと思うし、ね、プライベートの話とかマジでしないですよ、ね、マジしないから、うん、なんか男性同士はそういう方多いんじゃないかなと思う。でもね、確かに、うん、だって恋バナなんてしたことないもんね。そうですね、うん、恋バナ、恋バナ、恋バナみたいな、うん、そこになってくるな。そう、でもそう、女性はねやっぱ恋バナとかもしがちなのよ。 ね聞いてよ敦子みたいな感じになる。プライベートの話もしちゃうし、そうね、聞いてほしくないもんね、むしろね。ね、聞いてよっていかないもん。そうだね。まあ、あれらしいんだけど、いや、聞かないで、聞かないでってなるもんね。聞いてよあるよね。聞いてよラインお互いに来るもんね。お互いにあるね。やっぱそういうの、男女というのもあるのかな。ありそう、ありそう。なるほどね。はいはいはい。面白いね、やっぱり。じゃあ、最後の質問だったやつですね。ぶっちゃけ、相方にはこれだけは直してほしいというところがある。はい、俺、あつこさんがイエスで、はるかさんがイエスで、で、西村くんが私もイエスで、オールイエスでしたね。じゃあそれぞれどこなのかちょっと聞いてみようかな。いや、超聞きたい、これ超聞きたいからもう。そうそう、わかるわかる、聞きたいよね、うん、毎回私から話すのフェアじゃなくて。あ、わかった、そうだね、そうだね。じゃあはるかさんから。じゃあ私から、うん、ね、あっちゃんはね、うん、自分で決めた段取りを自分でぶち壊していくところがあるよね。それに実は初めて気づいたのは、私とあっちゃんが初めて企画した朗読の公演だったの。小屋入りしてから順番通り何を段取りを決めていたの。どういう順番で何をしようかっていうことをちゃんと決めて、この順番でやったら多分タイムテーブル通りに行って幕を開けることができるよね、よしって打ち合わせもして、私それを一覧表にして、ちゃんとこうタイムテーブルの表にして共有していたにもかかわらず、小屋入りしてすぐに自分の興味がある作業しかしてから、ぶち始めたの、この人が。で、結構目を見張ったのね。目を見張った。あっちゃん、あれがやっぱ気になるんだな、先に、安心したいんだな、作業してって思って、理解できたから、あっちゃん、タイムテーブル通りにやってよと私はその時言わなかったけど、とりあえず、あっちゃんもテンパってるんだな、落ち着いてるように見えて、久しぶりの自習企画で公演だから、主催だからテンパってるんだなと思って収めたわけです。で、一緒にチャンネルやることになって、結構たびたび自分で決めた段取りをぶち壊して興味あるやつからやってったりする姿を見て、あ、こういう人なんだって思ったの。知ったの。知った。あ、そうね、ごめんなさい。でもそれに関して、私怒ってるとか嫌だとかっていうよりは、本当に時間がないときはやっぱり決めた順番通りやろうって言えるようになりたいな。なるほど、私が。なるほどね。わかる。直してほしいとは思っているっていうよりかは、自分がそれをちゃんと言える存在になりたいってことね。そう、必要なときには、うん、あっちゃんちょっと待って、順番こっちからだって言ったじゃないって言えるようになれるといいなって思ってます。確かにね、うん、思い当たる節はもう満々ですね。思い当たる節というか、うん、そうですね。忘れてるんですね、段取りをね。そういう感じです。あっちゃんの場合はね、ちゃんと段取り通りにやりそうに見える、うんうん、ところが、うん、トラップですね。なるほどね。あとね、段取りを決めるんだけど、うん、その興味があるっていうよりは、その時の頭の考え方で、こっちの方が合理的ってやってるとことの方が、決めるときは、そうそう、決めた後、それぶち壊してるときもよ、うん、興味があるっていうよりは、でも俺は先にこっちやっといた方が、なんていうの、待機時間があるなって思ってやっているという言い訳だけさせてください。それを、ね、ノーインフォメーションで、そうそうそう、ね、どんどん進めないで、こっちの方が合理的じゃないはるかって私のことを振り返ってもらえる、うん、説明するね。うん、何かするときに一旦、ね、そう説明することにする。猛然と作業してるから、ごめんごめん。タスク最適化がこう起動してるわけ。そうなの、そうなの、ごめんなさい。すごいすごい、わかるすごい、わかるから、なんか、あ、そうか、それをぶち壊しやがってって思ってる人もいるんだってことを、自分も、あ、
なんか自覚しなきゃなってちょっと思った。よかったね、なんか申し訳ないね。思った、また。ぶち壊し嫌だってっていうかね、うん、なんか、うん、あーって。だから僕、武漢とかで、ね、作る時も、まあ、大助みたいな、バーって出すじゃないですか。うん、だけど、その、作った人間が、真っ先に僕もその作業を段取りぶち壊すって、うん、あの優先的にいろんなことをわーってやっちゃうので、うん、うん、だから、あ、そうか、そう思う人もいるんだと思うと、反省しなきゃと思いました。うん、はい。あつこさんは、どこですか？私はですね、あの、これ言ったこともあると思うんですけど、うん、私の問題をものすごく解決してくれようとするんですよね。だけど、多分私の、あの、性格上、うん、自分が、解決しないと解決にならないんですよ。なので、あの、もうちょっと手離してくれて大丈夫だよっていう感じ。私もほとんど手離してるよ。うん、あのね、でもかなり手厚い。そうなんだ。手厚い。手厚い保証って言われるの。手厚い保証。手厚い保証なの。なるほどね。すごい、あの、会社としてはすごくいいんだけど。そうそうそう。いいんだけど、あの、ね、それを求めてる時もあるのよ。で、かなりこう、なんていうの、助かることもあるんだけど、はいはい、うん、たまにこう、うん、あ、分かった、うん、分かった、ありがとう、うん、分かった、ありがとうって時があるかな。だから基本のなんか基本が手厚いんだよね、多分。そうそう、基本がね、あっちゃんにだけ手厚いわけじゃなくて、うん、いろんな人に多分手厚いとは思う、私は。うん、で、それを、まあ、あっちゃんに対してはもっと下げないといけないんだろうけど、分かんない、下げ方が。まあ、でもそれだけこういろんなこと考えて人に何かこうちゃんとしようとかしてあげようとかっていうのもあるってことですもんね、はるかさんの中では。気持ちもね、すごくわかるんですよ、うん、私も。だからなんかこう悩んでることとか、うん、そう、これがな、うまくいかないんだっていうと、あ、じゃあこうしたらどうかなっていうのは、あの、言うじゃん、普通に。それは、そのやりとりは、あの、普通にあっていいと思うんだけど、あの、そこからさらにがこう結構あるから。なるほどね。あ、分かった。なんか、なるほどね。うん、ことも あるたまに。なるほどね。うん、あと、うん、気を使ってもらうのが申し訳ないみたいなところですか？そういうわけでもない。というか、多分解決の仕方が同じだと解決できない人間だと思うのよ。解決の仕方が違うの、全然違う。あの、結果同じでも経過が違う2人だと思うのね。あるわ、それ、あるあるある。多分私そっちだとイメージできないみたいなこともあるから、うん、まあ、ちょっと言語が違うって言ったらあれだけど、そういう感じですよね。あ、まあ、でも他のやり方を知ることもものすごく私も、あの、益にはなるから、うん、あ、そういうあ、そういう方法もあるんだ。吟味した後、私はでもこれじゃあちょっとできなそうだなみたいなことはあるんだけど、別に、あの、やめてって言うんじゃなくて、あ、まあ、そう、時々手厚いことがあるね。あと、私も手厚いだけ手厚いんだけど、それをが採用されようがされまいがどうでもいいと思ってて、うん、これがいいから絶対に使ってね、はいはいはい、このやり方でこの順番でやってね、うん、とかは全く思ってなくて、うん、あの、話したいから話してたりする。じゃあ、まあ、結果ウィンウィンだからいいってことだよね。そう、でもなんか、だからね、どれみたいな。私も全然手厚くしてないつもりだけどね、どれっていう感じではある。だから自覚ない。今どれの話してるみたいなことだよね。あれかな、これかな、みたいな。なるほどね。あ、まあ、でも、その、直してほしいというか、まあ、強いて言うならってことだよね。強いて言うなら。なるほどね、うん。あの、本当に、本気で、心の底から、それはやめてくれって思ってたら言うから。あ、なるほどね。もっと言ってるよね。それは言うから。なるほどね。今ここで言うことじゃないもんね。言える範囲のこと。ね、まあ、言える範囲のことっていうか、まあ、それぐらいしか残ってない。残ってないから。まあ、重箱の進みをね、お互い包み合ってもらったみたいなことですからね。強いて言えば。でもね、あの、重箱の隅じゃないやつがここにいるんでね。あれあの、直してほしいことを相方に。重箱の隅じゃないやつ、多分なんかすごい大きかったりするでしょ、なんか、普段から言ってることとかですか。いや、だから、まあ、重箱の隅でいくと、うん、いや、こんなとこで言うのもあれなんですけど、はいはいはい。いや、言わない方がいいのかな。え、何言ってもいいですよ。割とプライバシーなのかもしれない。あ、プライバシー、何かしら、お主になった方が良いのでは。やめようか。え、なんでなんよ。そんなセンシティブな内容。
わかんない、センシティブな表現が含まれていますって出るかもしれないけど、で言ってみて、もしそれがセンシティブな内容だったら、うん、それ出すから、そうしよう、うん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 、ね、なんか2人で打ち合わせとかをしてるときに、うん、割と何でしょう、僕のことを家族レベルで見なしている感じでへをこくこと、それはそれは、あれいや別にいいんですけど、はいはい、なんか触れた方がいいのか、確かに、それとももう家族レベルとして受け流した方がいいのか、結構ね、音を聞くたびに私は悩むんですよ。オンでなさるんですか。はっきりとしたオンですね。うん、確かに、うん、家族じゃないからリアクションに困るよね。そうで、なんかね、それ聞いてて、まあ僕だから平行言ってんだろうなみたいなことも思うんですけど、うん、なんか。そこからね、なんかちょっとお母さんみたいな心境になるんですよ。なんか私と一緒の時だからいいけど、外でそれしちゃダメよみたいな。外だよね、ここは。ここは外。そうそう、そういうなんか、どう扱うべきかって悩んでいることがあります、ね。いやー、そうか、そうだ、そうだよな、確かにな。あと僕ね、昔、元山さんに、まだあった。人を呼びつけて、屁をこくんじゃないって怒られたことがあるから、屁には敏感なんですよ。やり合ってんな。昔ね、昔そこまでまだここまで仲良くない時に、ちょっと旅じゃないけど、ちょっと遠くに行った時に、コンビニ夜中かな、夜に行って、うん、で、なんか珍しいアイスクリームが売ってたらしいんですよ。うん、で、なんか西村くんがそれを発見して、もう、元山さんって言って、僕を呼んで、で、僕が、え、何々って、たどり着いた瞬間に西村くんが、屁をこいてるんですよね。で、オンで。だからそれに、おい、人を呼びつけて屁をこぐんじゃないって俺は怒ったことがあって、一回。怒ったっていうのはさ、突っ込んで、ね。突っ込んでね、そうそう。それは、屁に対、屁の扱いだよ。そう、扱いというか、そう。僕はアイスを見てくれっていうのは伝わってない状態で、うん、とりあえず行ったら、屁をこかれたから。もうなんか聞いてくれって言われたの。そうそう。人を呼びつけてまで、こく屁だったのかいっていう。誤解されたわ。ことだったんですけど。そういうのが一回あったっていうのがあるから、多分、屁に対してすごく敏感になってるんですよね。で、僕はもう、さっきも言った通り、家族みたいな感覚にもちょっとあるので、なんか、もう平気でちょっとね、まあ、他の人がいるとかじゃないところですけど、だいたいもう普通にプッて兵をこいってしまうんですよ。もう。それはね、多分ね、それはね、ぜひ、聞いた瞬間に、はい、ワンアップって言えばいいんだよ。ワンアップ？何ワンアップ？何？一気増えるんだよ、これ。聞いたら。一気増えるの？一気増える、え、どっちの木が一気増えるの？NG が一個なくなるんだよ。あ、なるほどね。ワンポイント。ワンポイント、そうそう。昔よく言われてたね、なんかやるたびに、ワンポイントって。注意されてましたから。年末集計して。集計、あ、なるほどね。そうかそうか。ポイント数でね、罰ゲームをまた用意しとけばいいわけか。なるほど、ね。貯めればいいんだ。そう、貯めればいいんだ。ポイントだから。反抗しとけばいいんだ。そうかそうか。そっちのポイント貯めるか、ここに何かが貯まっていくか、どっちかを取るってことですね。どっちか苦しいもんね、だってね、貯めるのは。貯めるのは苦しい。やっぱり、ね、気の置けない相手に、とね、いるときは、ね、気も抜きたいわけじゃないですか。ええいや、うまいこと言ったかなって今思ったね。うまいこと言ったような、言ってないよ。言ってないよ。言うてへんわよ、かげにしや。ありがとうございます。ということでですね、今日一問一答以上となります。ありがとうございます。なんか言いにくいことも言っていただいて。ありがとうございます。はい、というわけで、2週にわたってお送りしておきました。新御前さんとのコラボラジオ。はい。はい、いかがだったでしょうか、お二人。楽しかった。あ、よかった。楽しかったです。うん、私よかった。にぎやかでしたね。ねいつも二人だからね。2人か3人だ。そうだね。そうかそうね。全然またいつでも遊びに来てくれていいですからね。いいんですか？うん、全然いいですよ。いいです。呼んでください。ああ、もう、だってもう仲良しになりましたから。今度は呼ばれてから来よう。呼ばれてから。いや、声がかかるまで待とうと。そうかそうか、そうだよね、うん。うん、しっかり呼びます。しっかりご連絡ください。しっかり呼びますので。そう、アンディさんとの LINE が途切れてないかどうかだけがすごい不安だ。これまだ繋がんのかな。ブロックされてたらどうしよう。ブロック、何が起きるの？ないない。
ただいて。だって公演のお知らせももう来ないしと思って。いやいや、もうそうね、いろいろありますけどね。はい、というわけで、なんか最後にまた西御前さんのチャンネルのアピールをよかったらしていってください。はい、はい、西御前の煮るなり焼くなり、来年も続けていきますのでよろしくお願いします。更新日はいつでしたっけ。各週土曜日18時はい、うん、ますので、はい、ぜひ皆さん、あの概要欄にもちろんあのリンク貼っておきますので、うんうん、はい、そちらから西御前さんの煮るなり焼くなりのページに行って、チャンネル登録ぜひしてください。あの僕らよりも先にあの、ね、登録者数が100人を超えて、ね、僕たちはまだ目指しているものを、ね、ね、先に達成する大先輩方なので、やめてください。むすなり、むすなり、むすなりやめて。ごめんごめん、お母さんがお怒り。焼くなり母さん、焼くなり母さん。何、私誰。煮るなり父さん、焼くなり父さん。煮るなり父さん、なんか本のタイトルっぽい。絵本じゃん。焼くなり母さん。というわけで、以上で、今日も、ラジオ終了としたいと思います。はい、はい、このチャンネルが面白いと思った方はいいね、チャンネル登録、コメントお待ちしております。高評価。はい、というわけで、以上、ハンバーグラーメンアンディ元山と、ハンバーグラーメン西村俊彦と、西新御前の池淵敦子と、西新御前の木村遥でした。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。